ロイターの肖像ゲオルク・ロイター2世は、オーストリアの作曲家。ウィーンのステファン大聖堂の学長及び、ウィーンの宮廷学長を務めた。同盟の父親も音楽家であり、区別のために、2世を加える。1740年に、カール6世によって、オーストリア貴族に劣勢られたため、本を加えて、ゲオルク・フォン・ロイターと呼ばれる。他に、ゲオルク・カール・ロイターとも呼ばれる。 ニューグローブ世界音楽大辞典の見出しでは、ゲオルクロイターとしている。オラトリオ、ユダの王女アスの、リブレット・ゲオルクロイターは1708年に、ウィーンで生まれた。父親のゲオルクは、教会オルガニストで、やはり、シュテファン大聖堂の学長だった。はじめ父親とカルダーラに音楽を学んだ。1727年に、皇妃、エリーザベトの生命祝日のために、 最初のオペラ、アルキダミアを作曲した。1729年から翌年にかけて、イタリアへ留学して、研鑽を積んだ後、1731年に、ィーンに戻って、宮廷作曲家の職を得た。若くして、父親を継いで、ュテファン大聖堂のオルガニストとして働いた。1736年に、カルダーラが没すると、その後任として、 宮廷副学長に任命された。1738年に父親が没するとその後を継いで、シュテファン大制度の学長に就任した。ロイターはマリア・テレジアのお気に入りの作曲家であり、彼女自身と長男のヨーゼフのために、ロイターから毎週2回の音楽の授業を受けていた。1760年のヨーゼフの結婚式の音楽を、 グルックに任せようとしたジャコモデュラッツォに対してロイターは反対し長い論争を引き起こした。論争の結果としてこの後ロイターは作曲家としての活動をほとんど止めることになった。1767年にウィーンの宮廷学長だったプレディエリーが没すると公認の宮廷学長に就任した。ただしプレディエリは晩年年金生活に入っており、 それ以前から実質的にロイターが、宮廷学長の役割を果たしていた。1772年に没した。シュテファン大聖堂の学長の職は、レオポルト・ホフマンが、宮廷学長の職は、フロリアン・レオポルト・ガスマンが引き継いだ。ロイターは父を継いで、シュテファン大聖堂の学長となって間もなく、少年合唱団員を雇用するために各地を旅行した。ハインブルク教区の司祭は、 フランツ・ヨゼフ・ハイドンを勧め、ロイターも彼の美声を認めた。ハイドンは1740年頃に、シュテファン・大聖堂の少年合唱団の担任に加わり、大聖堂の隣にあるロイターの住宅に住んで歌と、鍵盤楽器及びバイオリンの演奏を学んだが、多忙なロイター本人から学んだのはわずか2回に過ぎなかった。1745年には、弟のミヒャイル・ハイドンも加わった。 しかし1750年頃に声変わりすると歌手としてのハイドンの生命は終わりとなり合唱団から解雇されて自活せざるを得なくなった。ロイターは約80曲のミサ曲を作曲した。また宮廷での祝祭のために世俗の声楽曲や器楽曲も多数作曲した。フックスとカルダーラに代表される高期場ロック音楽的なウィーンの宮廷音楽に比べ、 次の世代に属するロイターやバーゲンザイルの音楽は、よりホモホニー的だった。バイオリンのユニゾンで高速に音を上下させる様式は、ラウシャンダ・ビオリラン・アラ・ロイターと呼ばれ、ハイドンの最初期の作品である、ミサ・ブレビスにも、その影響が見られる。モーツァルトはロイターが、詩編につけた二つの曲を書き写している。深き淵より、は、モーツァルトの手による楽譜が、 大英図書館に所蔵されており、長くモーツァルトの作品と考えられていたが、今日ではロイターの作品と考えられている。ありがとうございます。